できるのかな、確かに。あの、じゃあ、あの、仕切り直してみて。ね、あの、地元だとね、後輩がいてね、やってるっていう、ありがとうございます。あの、先日といってもだいぶ前ですけど、僕、拓郎さんが好きで、うん、今、ホークスのっていうか、まあ、こう、まあ、僕です。ね、ラブラブ愛してるとかいうので、あの、引退したんですけど、ね、卒業というか、うん、先ほどの家族という曲もね、なんですけど、この曲はオフィシャルでできるんで、歌い切るかどうかわかりませんので、ね、まだ100回目にしてくれるので、じゃあ、照明とかで明かしという歌を歌います。暗い路地が見える、がってどこへ続く道かは知らぬ、行ってみよう己の足で、生まれてきたんだ何かは言える、生きればない宝くんは這いつくばって、そして踏み切られて、だけど出る証しを、己の証しを、もう確かめてみたいか。裏切れると不要な命、優しさのと不要な暮らし、言葉に溺れ終わらず掴む惨めがやな人を、愛されたいとは言わないけれど、愛するだけでは本当は理由だろう、むき出しの心をこれにあるつらい人に、そんな乱れた足音を歩いていくことを、もう少なくだろうできるかい、太陽に背を向けて走れ、風に向かって言えるもいいさ、今を今と感じるならば、光はもう苦しいほどだ、戦えるだけでいい、全てを思わせ、負け入りになったら路地へと飲み込め、消えるようなそんな生き方もある、だけど見えないから自分の何かがもう確かめてみるがいい、暗い路地が見える、お前さえも臆病がってどこへ続く道かは知らぬ、行ってみよう己の足で。ありがとうございました。でここで、まあ、また切りに行くという切りましょうか、これ。あ、すみません、押せばいいんですよね。